皆さんおはこんばんにちは、バラカルタのおさっちです。今日は漫画飯。私2個下の弟がいるんですけど、 YouTube を始めるときに YouTube 始めるんだけどなんかやってほしいことあるって聞いたら、弟すごいワンピースが好きなんですよ。ルフィの骨付き肉を作ってほしいなって言われてて、ヒカキンさんもやってたからって言ってで今日はそれを結構しようと思って材料買ってきました。でいろんなレシピがあったんですけど、骨まで食べれて食べやすくって肉肉しいやつで探してたら今日作るレシピにたどり着いたので、じゃあ今日はルフィの骨付き肉を作って食べていきたいと思います。まず骨付き肉の骨の部分を作っていきます。ごぼうは長さ20センチぐらいに切って、細ければそのまま、太ければ縦半分に切ってください。しっかり洗ったごぼうをピーラーで剥いていきます。この時両端を太くして皮の部分を少し残しておくと出来上がりが本物の骨っぽくなります。はい、剥き終わりました。これをラップで包んで500ワットの電子レンジで3分加熱しておきます。次に肉ダネの部分を作ります。パン粉1分の1カップに牛乳 50ml を入れふやかしておきます。ひき肉 300g、 卵1個、ふやかしておいたパン粉、玉ねぎみじん切り4分の1個を入れ、たっぷりのナツメグ、タイムをお好みの量入れて、塩、黒胡椒を加えてよく混ぜ合わせます。はい、これくらいしっかり混ぜたらごぼうに巻きつけていきます。先ほどのひき肉を4等分にしてごぼうにつけていきます。次に牛の薄切り肉を巻いていきます。隙間なくぴったり巻いた方が出来上がりがより骨付き肉っぽくなります。はい、そしたらこちらを焼いていきます。熱したフライパンにお肉を入れていきます。塩、胡椒を振り焼き目がついたらひっくり返します。両面こんがり焼けたら220度のオーブンで15分から20分焼いていきます。おお、焼けてます。肉々しいです。竹串を刺して透明な肉汁が出たらルフィの骨付き肉の完成です。早くかぶりつきたい。ごぼうの骨の感じがリアルだね。ゴムゴムでしたろ。じゃーん、できました。すごいごぼう部分が骨っぽいですよね。うまく再現できてると思います。あとサラダも食べたいと思います。それでは、いただきまーす。一応、ステーキを食べるときにいつも作るソースを作ってたんですけど、まずはそのまま食べてみたいと思います。すごい。持てますよ、ちゃんと。どうしよう。とりあえずこのままワイルドに。うん。うーん。美味しいね。しかも、中がひき肉なんでかじりやすいし、でも牛肉も巻いてるからすごい肉肉しくって美味しいです。タイムを入れたんですけど、それがすごく効いてますね。ひき肉料理にも合います。でちょっとソースかけて、うーん、やばい、最高に最高に美味しいです。ベタベタなりますよね。この草原も、草原も美味しいね。なんかごぼうだから大地の味がしますね。この骨も食べれるっていうのがいいですよね。原始人びっくりですよね。あ、ルフィか。ルフィなら骨も食べる。この骨の部分も、うん、すごい絵ですよね。ごちそうさまでした。はい、
や、すっごい美味しくできました。毎回このセリフ言ってる気がするんですけど、でもね、ありがたいですね。いいレシピを考えていただいて、私はそれを作っただけですからね。ちょっとアレンジして、でもすごい楽しかったです、作ってて。じゃあぜひ皆さんもルフィの骨付き肉作ってみてはいかがですか？今日も動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。パラカルタのおさちーでした。バイバーイ。